続いてのコーナーはアンジーの今この方に大注目ということで、今日はですね、ジャパンビューティー着物コンテストを主催されていらっしゃって、そして村上優子着物教室のリビア清水夏子さんにおいでいただきました。夏子さん、よろしくお願いいたします。いや、素敵ですね。着物で来ていただいて、はい、いや、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、予想はしてたんですけれども、ね、そうですね、はい、着物の講師ですので、ちょっと今日は着物でビシッと決めようかなと思ってきました。いや、すごく嬉しいです。もうね、さっきからここのね、プロデューサーたちがみんな笑顔で、はい、よかったです、ね、そうなんですよ、着物は笑顔に人を立てますよね、うん、そうですよね、うん、はい、そしてね、夏子さんが今着物教室、うん、はい、はい、レンタルのね、ビジネスもされてらっしゃるということで、ちょっとですね、うん、どういったことを夏子さんが今されてるか、うん、ということを先まずはお聞きしたいと思うんですけども、そうですね、はい、私が今青山と表参道に2店舗ですね、構えてます、はい、宮古村上優子着物教室で着付けの講師をさせていただいてるんですね、はい、で弊社の宮古村上優子着物教室っていうのが着付けの教室と、はい、あと着物のレンタルですね、うん、あと、ビューティー調査、着物を着た後にどういうふうにして、はい、立ち振る舞いを美しくかっこよくするかを、はい、今行っておりますね、うん、私がその着付けの講師を担当させていただいてます、はい、素敵ですよね、うん、夏子さんにね教えてもらったらなんかこう素敵に着物も着れるようになるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとですね、写真もご用意していただいているので、これですね、そうですね、こちらレンタルでご利用いただけるお着物ですね、はい、振袖も入ってるんですけれども、はい、弊社のどちらかというと華やかなドレス感覚で、うん、着ていただける黄色とか緑とか、はい、うんうん、そういった着物を幅広く帯もですけれども、はい、取り揃えております、うん、ここがなんか他のレンタル の、うん、着物のところとなんかちょっと違う感じが私はするんですね。そうですね、結構のお話聞くとやっぱり同じような色味が、うん、そうなんです、淡い色とか、うん、っていうのをお聞きするんですけど、まあ、弊社私も今日赤紫を着てるんですけど、はい、本当にパーティーとか華やかな場にふさわしい、うん、もちろんその TPO に合わせてこちらご提案させていただきますので、はい、落ち着いたものから華やかなものまで幅広く取り揃えております、うん、はい、うん、そうなんですよね、実は私も夏子さんと出会ったのが、うん、着物をレンタルしたところからの、ね、そうですよね、はい、出会いで、いや、ありがとうございます。ピンクでしたよね。そうなんですよね、なのでその夏子さんのところに行く前は、うん、本当にシンプルで、うん、モノトーンな着物のレンタルのところで借りてたんですよね、うんうん、はい、でもやっぱり夏子さんのところに行った時には、うんうん、あまりにも華やかな着物がいっぱい置いてあって、ね、結構驚かれますね、うん、あ、こんなのもこんな色もあるのって、はい、うん、そしてね、なんか着物のレンタルというと、うんうん、やっぱり他のところで借りてた時っていうのは、うん、すごくやっぱりちょっと料金が高くてですね、うん、実は今日ね、皆さん見てらっしゃる方、うん、ご存知じゃないかと思うんですが、うん、私着物はすごい好きなんですね、うん、よかった、そうなんです、うん、で毎回毎回なんかこうスペシャルなイベントの時には着物着たいなと思うんですけど、うんうん、まず高いっていうイメージが多分今日も ね、見てらっしゃる方も、うん、思ってらっしゃる方も多いと思うんですが、うんうん、夏子さんのところは、そうですね、弊社はわりかしリーズナブルで、はい、お着物を1万円からご用意させていただいてまして、もうお客様 の、 目的と、うん、お伺いする場所っていうように合わせて全て、はい、コーディネートをさせていただいて、うん、お着付けをして、まあ、1万円からですね。それがもう衝撃的で、着物のレンタルだけではなくて、はい、帯から、うん、そしてバッグで、そうですね、はい、靴すべて着付けまで入れて1万円ちょっとでしたよね、うん、確か、そうですね、もちろんその草履とかバッグとか2000円ずつ頂戴するんですけれども、うん、はい、基本的にお着物ですと1万円から、うん、そうですよね、うん、今どんな方が、うん、狩りに来ていらっしゃるんですか。最近は、うん、基本と一昨日とかフランスから3名の方が、はい、浴衣なんですけど、これは浴衣を、まあ、せっかく日本に来たから浴衣を着てお祭りに行こうとか、はい、うん、外国の方も増えましたし、うん、あと
外資系の方、はい、外資系 の会社の社員の方が、うん、まあ、お客様をおもてなしするパーティーとかで、はい、まあ、ホスト側が全て着物で、うん、男性も袴を着て、はい、女性は着物を着て、うんうん、お出迎えするっていう場でもご利用いただきました。あ、そうですよね、うん、なんか今も外国の方すごくやっぱり着物着て出かけてらっしゃる方、うん、ちらほら見るんですけれども、うん、多いですね。人気ですよね、外国の方にも。そうですね、うん、ね、ありがたいことに。で、結構似合いますよね。似合います、似合います。ドレス感覚でドレッシーに着ていただいてるかなと、はい、私もこんな顔で着てるんですけど。いやいやいや、はい、うん、そうですよね、やっぱりなんか日本人が着物を着るっていうものとまたちょっと違って、うんうん、外国の方が着ると華やかさがプラスになるというか、うん、そうですね、うん、だからそういうなんかもっと新しい感覚で気軽に、うん、はい、今日は洋服にしようかな、今日は着物にしようかなっていう感覚で、うん、はい、選択していただけるようになるといいなって思います、うん、そうですよね、うん、はい、そしてね、レンタル の部分だけではなくて、夏子さんのところでは、うん、着物の帯を使った製品なんかあるんですよね。そうですね、またこれもちょっとね、はい、次の写真を。あ、これ、はい、帯を利用したクラッチバッグですね。これも素敵ですね。本当にこれとかパーティーとかに持っていくとすごく褒められますね、うん、これドレスも合うんですかね、このクラッチバッグ。あ、そうですね、ドレスでのクラッチバッグもそうですし、はい、着物でもとても調和の取れた、うんうん、アイテムですね。これは1個あるとすごく使い勝手がいいですよ、ね、うん、まさしく和と洋の融合みたいな。そうですね、うん、本当にもう弊社も和と洋の融合っていうの、これからは和だけじゃなくて、はい、洋だけでもなくって、うん、両方のいいところを取り入れた、はい、っていったことを、もっと広めていければなと思ってます。素敵です、素敵です、うん、そしてね、夏子さん見てると、うん、もうなんか所作が綺麗な本当に、ね、感じがして私も見習おうと思うんですけれどもやっぱり和服を着た時の所作とか教えてらっしゃるということで、例えばどんなところに気をつけてらっしゃるとか、うん、そうですね、ちょっとポイントを。ポイント、はい、そうですね、弊社ビューティー所作といって、まあ、着物を着た後に、うん、同じ着物は素敵な着物は着ていても、やはり着る方の振る舞いとか仕草で、はい、まあ、良くも悪くも見えてしまうので、よりご自身を魅力的に、はい、見せるために、うん、ビューティー所作で本当ちょっとした振り向き方とか、はい、振り向き方とか歩き方とか、はい、基本的なことから、うん、パーティーとか、はい、で使える、うん、所作ですよね。ワインの持ち方ですとか、ちょっと暑い時に、うん、ハンカチで汗を拭く仕草とか、うん、扇子で仰ぐ仕草とか、着物の時だけでなくって、洋服でも日常でも使える、うん、まあ、身のこなしっていうのを、はい、はい、教えてます。私じゃないですけどね、あら、先生が、うん、素敵です、うん、はい、またぜひちょっとお伺いしたいとは思いますけれども、ね、そして今ね、うん、お教室でも取り掛かってらっしゃるプロジェクトが、はいはい、あるとお聞きしてます、うん、はい、どういったプロジェクトになるんでしょうか。こちらですね、はい、着物で笑顔を届けたい、うん、ハッピー着物ビューティープロジェクト、素敵ですね。これ何かと言いますと、はい、11月の12日日曜日に、うん、表参道ヒルズの吹き抜けの大階段、はい、エントランス入ってすぐに見える階段ですね、うん、そこでチャリティーコンテスト、着物ビューティー、はい、ジャパンコンテストっていうのを開催いたします、うん、で当日その階段を降りたところに、はい、スペースを設けてるんですけれども、うん、そこで11月12日当日に皆様の、はい、まあ、家に眠ってる振り袖ですとか、うん、着物とか帯とかを、うん、寄付していただくスペースを設けてます、はい、でこちらで寄付していただいたものを、うん、例えば災害とか、うん、事故とか、まあ、病気とかで、はい、まあ、着物とかを着ることが叶わなくなった子どもたち、成人式とかそういった晴れの日の舞台の時に、うん、使わせていただいてお着付けをさせていただくっていう素敵なプロジェクトですよね。チャリティーの、そうですね、このコンテストの一環として、うん、そういったチャリティーの場を設けさせていただきました、はい、うん、これは今回初めてのプロジェクトになるんですか、はい、そうです。この表参道ヒルズ自体での着物のコンテストも初めてなんですけれども、うん、はい、弊社にとっても第1回目の1回目の着物コンテスト、はい、でこれ目的が2つありまして、うん、着物を着てみたいとか、はい、着物を着たことないとか、うん、興味あるけど着たことないから着たいとか、はい、そういった着物を着てみたい好きな人っていうのも集めて、うん、表参道ヒルズに集まって着物を着て、はい、こう盛り上がっていただこうっていうことが一つと、はい、あともう一個は先ほどご紹介した、うん、チャリティーとして何かこう、はい、着物を通じて社会貢献できないかなっていう、うん、
この2つをちょっと成功させたいので、あの皆様のお力を、ね、ぜひご参加いただいて、そうですよね、はい、お伺いできればなと思ってます、はい、もうそこのコンテストに出場すると、うんうん、あの着物の着付けもしていただいて、もうすべて、はい、いいですね。でやっぱり着物を好きだけど着たことがないっていうあの方が多いので、うん、なんかそういった方のストーリーとか着物にまつわるストーリーとかを引き出して、はい、あのその方に合った着物と帯で、うんうん、あの表参道をランウェイしていただければなと思ってます。もういいですね、本当に人生の思い出に、ね、うん、なるような、ね、イベントなんじゃないかなと思うんですけどね、うん、私も本当あのいつもその着物が着やすければ、うん、はい、あのもういつでも着たいって思うんですけれどもやっぱりなかなか着物って自分で、うん、あの着付けできないなとか、もう学びたいけど難しいんじゃないかなと思うんですけれども、うん、はい、大体どれぐらいの期間で着物って着れるようになったりするんですかね、うんうんうん、そうですね、弊社の着物教室でご用意しているのが、うん、あの短期コースで12回、はい、12回からのコースをご用意してます、うん、だけど例えば来月海外に行くから来月までに私を仕上げてって言ってもらえればあります、その需要、ね、そうですよね、はい、もうお客様に合わせて、うん、もうスケジュールを組ませていただいて、はい、させていただいてますね。本当ですか、うん、じゃあもう1ヶ月後に着物でパーティーに出たい、海外でみっちりしますけれども、ね、でもちろん資格コースですとかプロコースっていうのもご用意してます、はい、うん、ちなみに男性も最近はちらっと、うん、ほらこうね、あの着られてらっしゃる着物を、方を見かけますけれども、男性は着付けはどのぐらいの回数で、男性は3回、3回で着れるようになるんですか。3回であのしっかりとお教えしますので、本当に男性にこそも今着ていただきたいですよ ね、 そうですよね。女性はね、うん、なんか最近本当にあの着物、うん、または最近だと浴衣を着て出かけてらっしゃる方結構見るんですけれども、うん、男性やっぱり少ないですよね。少ないですね。なんでですかね、男性恥ずかしいのかな、テレアさんなのかな、そうです、ね、慣れてない慣れてないからね、はい、はい、もうね、もうもっともっといろいろと、うん、あの聞きたいんですけれども、うん、はい、あのこの着物のコンテストは、うん、このコンテスト、うん、誰でも参加することができるんでしょうか、はい、そうです、あの18歳以上の女性で、うん、はい、国籍は問いませんので、うん、あの18歳以上の女性で、はい、あの着物を着てみたいとか着物大好きっていう方にぜひご応募いただきたいです。あ、いいですね、うん、もうじゃあ外国の方も、うん、そうです、もうぜひぜひ、うん、このじゃあ、今ね出ましたけれども、はいはい、あ、こちらですね、うん、着物ビューティー2017でヤフーメールですね、こちらに、お名前とご住所、生年月日と電話番号で、志望動機とお写真2枚、お顔がはっきり分かるあのアップと全身をお送りいただきましたら、あのまた事務局のものから今後のご案内をさせていただきますので、はい、うん、もうこちらのアドレスにお名前を、ね、送ってください。はい、ちなみにこれはなんか参加費用とかは、あ、はい、エントリー費に1800円、うん、1800円、はい、頂戴しております、うん、はい、だけど今回のこのエントリー費ですとか、うん、まあ、コンテスト当日のお着付けの収益 の、はい、うん、3% をまた先ほどのチャリティーの慈善団体に寄付させていただきま す、うん、すね、はい、じゃあもう本当にね、うん、あの寄付もできる、そうですね、そんなね貢献もできて、うん、そしてね、はい、また着物を着て、はい、でみんなで素敵に、そうです、表参道を歩くと、うんうん、なんか私もなんか参加したくなりました、うん、しましょうよ、しましょう、しましょう、はい、そうですよね、うん、まあ、でイベントの日が11月の12日、はい、11月の12日ですね、はい、しかもこれ夏子さん私ですね、モデルさんですね、そうなんですよ、モデルさんもやってらっしゃる時もあります、そうですよね、そうですね、もう、うん、素敵ですね、今は講師ですけど、はい、恥ずかしながら、はい、11月の12日、はい、であの11時から、うん、あの一般投票で皆様にも投票権をございますので、あ、そっか、コンテストだから投票なんですよね、そうです、あの11時から、はい、まあ、一般投票させていただきまして、はい、そこから、うん、あのファイナリスト40名今回集まるんですけれども、はい、でその中からあのトップ10、皆様が選んだトップ10を2時から、はい、3時20分までトップ10の、まあ、あのコンテストをさせていただきます、うん、ちなみにこれはあのお着物はどんな、はい、あの色だったりとか、うんうん、どんなものが似合うのかというのは、うん、そのオーディション で、はい、で次にこう選考されていかれる方の着物を選んでいただける、そうですね、どんな感じで、うん、あのご相談させていただく中で、うん、私これが着たいとかの、うん、お母さんのこれが着たいっていうのがあればもちろんそれをお持ちいただいてあの着ていただけますし、こちらがご用意させていただくっていうことも、うん、
で、はい、今回あのファイナリストのみでなくて、うん、エントリーした方全員が、はい、あのランウェイを歩けるので、全員そうです。だからファイナリストに残らなくても歩けます。今300人目標にしているので、はい、300人があの階段を歩くっていう。うわー、すごい、もう華やかなイベントになりそうですね。そうですね、本当にもうぜひ第1回目をここですね、場所ね。そうです、そうです、はい、記念すべき第1回、はい、でこの日があのクリスマスツリーが設置されて、はい、うん、一番最初の週末になるの で、はい、で場所もツリーをバックにあの歩けますし、うん、でその、まあ、各階からお客様が、はい、あのご覧いただけるような、はいはい、感じになってます。わかりました。もうぜひねこの番組をご覧になっていただいている皆さんも、うん、はい、あの一緒に着物コンテスト、はい、ご興味ある方はぜひ募集ねしていただければと思います、はい、本当にね夏子さん、もっともっといろいろお着物のこととかね、着物の歴史とか、うん、そうなんです、あっという間に15分になりました。はい、はい、夏子さんに着付けとか着物のことあの教えてもらいたいなという方は、はい、ぜひ、村上優子着物教室にお問い合わせいただければと思います。はい、はい、夏子さん今日はどうもありがとうございました。